はい、今日はヨハネの目視録2回目ということでスミルナの街を見ていきます。でヨハネの目視録というのはうヨハネの目視録の冒頭に書いてありますねこれはヨハネの目視録一章の9節から11節で私ヨハネはヨハネというのはイエス様の弟子のヨハネであると考えられていますが神の言葉とイエスの証しのゆえにパトモスという島にいた。 まあ多分その信仰ゆえに捉えられてそして島流し流刑になっていた私は主の日に見たまに捉えられて私の後ろにラッパのような大きな声を聞いたその声はこういったあなたが見たことを巻物に記して七つの教会すなわちエペソスミルナペルガモンティアティラサルデスフィラデルディアラオデキアに送りなさい この7つの町の教会にこのことを書き記して送りなさいっていうそういった手紙であるわけですね。まあ前回そういうわけでエペソの町を見ましたそして今日は2回目スミルナの町の町遺跡を見ていいきたいと思います。エペソからスミルナへと、まあ、当時は歩いていったわけなんでしょうけれども、まあ、今もですね多分同じ道を行くわけなんですよっていうのはあの「 まあ山の上なんか通っていけませんからね、この平地をこう行くわけで、同じように道路が通っているわけで、まあエペソから住みるなっていうのは大体車で1時間ぐらいのとこなんですけども、丸1日かけて歩いていくわけなんでしょう。 えー、そうしましたらですね、向かっていきますと、そのスミルナっていうのは今大きなイズミルっていう街です。まあそこには国際空港があるんですね。街の郊外には国際空港があって、えー、私はだいたい最近はですね、こう、 トルコ旅行に行きますと、まずこのイズミールの国際空港に降り立つわけね。ここから始めていくんですね。で、ここでレンタカーを借りて、そしてこうスミルナから始めてずっとこう7つの街を回っていくっていうコースを通常取るわけなんですけれども。ね、そしてですね、この、 まあ、このイズミールっていう大きな町だっていうことを申し上げましたけども、まあ、地図を見る限り一面こう真っ白になってる市街地になってるわけですよね。このイズミールっていう町は、トルコにおいて現在、まあ、一番大きなのがイスタンブールの町であるわけですが、そして首都であるアンカラ、それに次ぐトルコ第三の大都市になっています。 まあそういうわけでですねここはこうローマ帝国時代は住みるなっていう大きな町だったんですけれども遺跡っていう面ではほとんど発掘されていない全てこう近代的な町の下に埋もれているわけでしてあんまり遺跡っていうのは出ていないわけなんですねまあ広大な市街地を持つそういった町ですよねこう湾を挟んで周りにですねこういうふうにこう町がこう広がっているわけなんですね ですね、今,でも今ではトルコの主要な商業都市ということになるわけですがしかしですねこの遺跡が実は2つありましてそれは旧スミルナって呼ばれるこう実はこのスミルナという町アレキサンダー大王が紀元前4世紀にここをこう征服しました時にですねこのスミルナの町を「 あの新しい場所に移転したんですよアレキサンダー大王がこの古い町から、えー。って申しますのはですねこの古いスミルナの町遺跡っていうのは平地にあったんですけどもそれをですね あの、アレキサンダー大王はですね、こう分かりますかね、小高い丘があって、その周りに街が広がるっていう様子。ここに小高い丘。普通、まあこういったものはですね、アクロポリスって呼ばれますね。上に要塞があったり、宮殿があったり、神殿があったり。そして、その、えー、 斜面を利用して劇場があったり、そして下にはアゴラ、こういった商業施設があったり、そこをこう城壁で取り囲むっていう典型的な、まあギリシャ時代というかローマ時代というか、そういった街にアレキサンダー大王はこうしたっていう、そういった歴史を持っているんですね。まあそういうわけで、今残っている遺跡、まあ街の中にこういった広場、アゴラと呼ばれる遺跡、 が出ています。まあ、この区画だけですね、きれいに発掘されて、まあ、残っていたというか、その上には建物があまり建てられていなかったためにここが残ったということなんでしょうけれども、さあ今行きますとですね、このアゴラって言われる、えー、この場所の遺跡。まあ この、広場の遺跡ですからね、こう、一区画広場になっているだけで、その真ん中に何か立ってるってことではないんですけども、しかし、その周りにいろいろ遺跡が出てるんですよ。この広場を囲んでですね。えー、それをちょっと見ていきますね。えー、アゴラの遺跡。えー、そうし、そうしましたら、ここで発掘されたものっていうのはですね、まあ、ちゃんと整理されているんでしょうね。ずっとこう、真ん中に、 こう積み上げまあこういった柱の頭であったり柱であったりっていうのはやがてこう復元していって元に組み立てていくっていうそのためにこう取っといてあるわけなんですね。えー、そしてですね、まあ、そこにはイスラム様式のお墓の跡なんかもあるよ。こういったのはね質疑こうイスラム様式の典型的な質疑ですけども、まあ、かつてここは墓場としても使われていたのではないかですね。まあ、そういういわけでこう 発展を免れてそこにはこう近代的なビルなんかが建てられなかったであろうというそういったことが伺わせられるものですね。 さあ、一部復元してあって、こんなあの、まあ、犬がいますけどもね、ポーズ取ってくれまして、この二頭の黒い犬がですね、こう、ちゃんとしたポーズを取って、そして後ろのこうね、う柱立ててありますけれどもね、えー、そしてこういうふうにアーチもきれいに復元してありますよ。これは、アゴラ、この広場を取り囲んでストアっていうかこうね、 えー、2階建ての商業施設なんかが建っていたっていうそういった名残なんですけどね、えー、そしてですねこの見ますとこの下のところにアーチ状のそういった地下がありますけどもこれも、えー、そういったあのアゴラを取り巻くこう商業施設の一部その下にもちょっと今から入っていきますけどもねさあこのアゴラなんですけれども今行きますとね、えー、こういうふうな。 なんて言うんですかね発掘してあるところがありますでしょこの区画がこう発掘されているわけなんですよね。これでもですねこれ最近になってかなり発掘が進んできました。 っていうのはもともとこう露出していた部分っていうのはこの「アゴラ」って黄色で書いてあるこの部分なんですけれどもえところがですねこれあの今から20年前の様子を見てみますと、まあ、この Google Earth っていうのはですねこう過去に遡って見れるもんですからねえこれ分かりますかねこのこの部分ここがこう普通に家が建て込んでるでしょまだ。 ね、そして、こう、一区画だけアゴラの遺跡が出ていたんですけども、まあ、最近になってですね、トルコ政府としては、こういったのは観光資源になるということで、こう、遺跡を発掘していって復元することによって観光客を呼び込もうっていう、そういったことでですねえ、実はその発掘が進んでいて、そういうわけで今行くとこんな風になってるんですよ。ね、今行きますと、家が建て込んでいたそういった部分っていうのはきれいに取り除かれていて、そして発掘が進んでいく。 ね、こういったところもこう、ね、発掘して遺跡が露出しているでしょまだ残念ながら私が前回行った3年前に行った時にはこの部分っていうのはまだ一般公開されていませんでした、ね、この横で見ながらあ発掘してるなってそれを見ながら早くあそこ行きたいなというふうに見てただけなんですけどもね、えー、こういうふうに今も発掘が進んでいるそういった様子がうかがえるそういったとこです。 さあ、このアゴラの横にはですね、ストアと呼ばれるそういった部分ですね。まあ柱が建てられていて、屋根が付けられていて、そして商業施設なんかがあった、そういった部分の、えー、上はもうないんですけれども、ね、上はですね、こういうふうにう円柱が立っていて、実はここにも建物が建っていたわけなんですね。まあ2階建ての建物と言われますけども、しかしその地下の部分もあるんですね。こういったアーチ状の屋根に支えられて、これが地下の部分ですね。 まあこういった部分にも両側にいろんなこう、えー、ものが建て作られていたっていうかこうお店なんかが並んでいたわけなんでしょうけれども、えー、そしてですねそこには泉なんかも湧き出ていますよねこう泉が湧き出ていて、まあ、ここに「スミルナ・アゴラ」なんていうふうに彫ってありますけどもね。 まあこういったところは観光客が入ってくる、そういったルートとして整備されている、そういったところで、まあ、常にですね、こういったあの修復がされているというか、修繕がされているというか、発掘と同時にですね、こう足場を組んでこうきれいにしたり、こうね、元に戻したりというそういった作業をしているわけなんでしょうけれどもえ、ここにはちょっと珍しいものが展示してありました。これはですね、こう肖像が飾られていたその台なんですね。 この上に、こう、胸像,像っていうんですか、ね、顔と胸から上のそういった人の像が飾られていて、その下にですね、碑文が書いてあるわけなんですよ。ここにですね。 え、こうギリシャ語でもって、こう碑文が書いてあってですね。これ何て書いてあるかっていうと、こういった碑文でした。え、ネオコロス・セバストンっていうギリシャ語が使われていて、これは何かっていうと、実は歴史的には重要な記述なんですっていうのは、このネオコロスっていうのは、神殿の床を放棄で履く人のこと。 なんですね。神殿に仕えて、神殿の床を履く人。ね。そして、セバストンっていうのは、ローマ皇帝の称号ですから、ね、ローマ皇帝の神殿の床を履く人っていう、そういった称号なんですよ。まあ、そんなの、床を履くような、そんな使用人が偉い人、実はこれは謙譲語で偉い人のことを言ってるんですよ。っていうのは、まあ、例えばこの教像、 はですね、こう、個人の像が飾ってあったわけなんですけども、その人がですね、ローマ皇帝を神として拝むための神殿に多大の資金を出したような人が、そういったところ え、ことになるわけなんですね。あるいは、このネオコロスっていう称号は、都市にも与えられていました。町に与えられていました。どういうことかっていうと、その町で、ローマ皇帝を神とした神殿を建ててよいっていう、そういった許可を得て、その町は、ローマ皇帝のための神殿を建てるわけなんですが、それが許されるときに、この称号が与えられる。それはもう、ローマ帝国内においては、 栄誉なんですね。ローマ皇帝のための神殿を建てることができるっていう、そういった許可をいただくわけですからね。実は、このアジアの地方、そのトルコの今のね、こう、7つの教会の町があった、その地域ではですね、町が競い合ってローマ皇帝のための神殿を建てようとするわけなんですね。まあそこでこう、熾烈な、こう、ライバル心を持って競争していたのが、ペルガモン、エペソ、スミルナ。 ね、すべて七つの教会、その、録に出てくる七つの町のうちの三つなんですね。まあ歴史的にですね、エペソは二回この称号が与えられて、ローマ皇帝の神殿を建てました。ペルガモンも二回この称号を得て皇帝のための神殿を建てた。 ね、スミルナはなんと3回、3回この称号が与えられて、ローマ皇帝のための神殿を建てたっていう、ね、そういったことなんですね。これは実は何を示唆するかっていうと、同時にクリスチャンへの迫害ということも示唆するわけなんですよ。すなわち、クリスチャンであるならば、ローマ皇帝を神として、こう、皇えて礼拝するということはできない。その時に、 迫害が起こっていくわけなんですね。ですから、ペルガモン、エペソ、スミルナ、こういった町々っていうのは、ローマ皇帝を神として祀る、そのことに誇りを持っていた、そういった町で、こう、それを、ローマ皇帝を礼拝しないクリスチャンたちに対する迫害が強まっていったということは容易に想像できるわけなんですね。さあ、この、ネオコロスの称号を得た、このスミルナなんですけども、まあ、実際に、こう、 ローマ皇帝を神とした神殿はまだ見つかっていません。それは例えばエペソで見ましたね。これはあの今写真をお見せしているのはエペソのハドリアヌス皇帝を神とした神殿が街の目抜き通りに面して建っていたというそういったものをお見せしたこと前にエペソの回でありますけれどもね。あるいはペルガモンに行きますとそういったローマ皇帝を神とした神殿の遺跡というのはきれいに残っています。まあそういったところはペルガモンで見ますが残念ながら このスミルナにおいてこのネオコロスの称号を得てそして皇帝のための神殿をされたその神殿っていうのはこれだっていうのはまだまだ発掘されていないですねまあこれからも発掘されるのか市街地の下に埋もれているわけですからねなかなか難しいと思いますけれどもさあこのローマ皇帝のこの 何て言うんですかね。迫害っていうのを、これに関して、聖書の記述を見ていきますね。ローマ、ヨハネの目示録の、2章からこのスミルナにある教会の密会に書き送れっていう、そういった記述が始まっていくとこがありますけども、ちょっと見ていますね。はじめであり、終わりである方、死んで蘇られた方がこう言われる、すなわちイエス様ですよ。アルファであり、オメガである方、ね。死んで、十字架で死んで、しかし3日目に蘇られた、復活 されれたそのイエス様がこう言われる私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サタンの回収である者たちから罵られていることも私は知っている。 まあこのように書き送るわけなんですね。これは何を指すかというと、どうもユダヤ人たちとクリスチャンたちとの間の圧力というものを指しているようですね。まあユダヤ人というのは典型的にこういろんな商業をこう牛耳っているというか非常に大きな影響力を持っているわけで、そしてスミルナの教会のある人たちというのは当然ユダヤ人の背景を持つクリスチャンたちであるということになるわけですけれども、そういった中でこうユダヤ人たちから 排除されてしまっている。 まあそれは単にあのお付き合いの面っていうよりは商売の面でも排除されているっていうそういったことが伺われるわけですねそういったわけでクリスチャンとしてユダヤ人たちから迫害を受けてその結果経済的なこう損害を被っているね商売が邪魔されているとかそういったことなんでしょうけれどもしかしまあイエス様は言われるんですねあなたは富んでいるんですよそういった苦難経済的な貧しさにもかかわらずあなたはね大きなこう 天に宝を蓄えている、ね、その霊的な事実を見なさいということをイエス様はおっしゃっておられるわけでしょうけれどもそしてですね続きますね「あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない」ね「見よ悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている」「あなた方は10日の間苦難に遭う」 まあこれが具体的に歴史上どういうふうに実現したかっていうことの記述っていうのは残っていないので、こう推測するしかないんですけれども、しかしここでイエス様はですね、スミルナの教会の人々に書き送るわけですよ。死に至るまで忠実でありなさい。死に至るまで忠実でありなさい。まあこの10日の間苦難に遭う、投獄されるっていうのが、それが死刑につながっていくものであるっていうことが、こう、 よ伺える、そういった記述だと思うんですね。死に至るまで忠実でやりなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えるよ。 ね、これがイエス様のお言葉であるわけですね。さあ、このことにこうちょっと関連したものを見ていきたいと思います。このアゴラっていうところがですね、この唯一このスミルナの町イズミルの町では遺跡として出ているもう一箇所実はあるんですね。それはこの劇場の遺跡なんですよ。まあ、このね小高い丘アクロポリスの斜面に面してこういった劇場があるんですね。まあ,あると言ってもですね、これあの ちょっと想像がつかかなないいもしれないです、ね、まあ確かに見ますとこういったえぐれていて前になんかこう構造物が見えてまあこれは扇形にこうえぐれてますから劇場があったのかなっていうふうに思えますけれども実はですねちょっと昔の写真を見てみますねこれ2012年の写真を見てみますよ。 ね、これあの、Google e a いろんな、こう、年を遡って見れますからね、これ見てください。これね、あの、わかりますかね、街、ただの街ですよ、これね、ただの街。家が建て込んでいるただの街なんですよ。で、一部、この斜面がですね、斜面が急であるために家が建てられなくて木が生えている状態になってますけれども、これ、今の写真はですね、 これなんですよ。これわかりますかねこの、ごっそりここ、家が取り除かれているんですよ。ね、こう、この10年の間にですね、実は発掘が今進められています。えそして、ここをこうね、劇場を復元しよう、発掘して復元しようという、そういった動きがですね、こう、トルコ政府として、またはイズミールのその町として行っているわけなんですね。 えー、これちょっとあの新聞の記事を見てみますね新聞の記事、えー、これちょっとインターネットの新聞の記事なんですけれども、えー、これね、えー、これあの劇場の復元図ですよ、ね。復元してこんな風な劇場元だったんだっていうそういったことでこれは実はあの新聞に出た記事でイズミールのけなんていうんですかね市長 知事、がですね、今これに復元に力を入れているっていうんですね。というのは、2023年っていうのは、トルコ建国100周年なんですね。近代トルコ建国100周年を、2023年。それを、この、イズミール、スミルナの劇場を復元して、そこで大がかりなコンサートをして祝おうっていう、実はプロジェクトなんですね。 まあですから今2021年であと2年後に果たしてそんなことができるのかってなっちゃったあれですけれどもまあ2万人を収容できるそういった劇場を復元してそしてトルコ100周年をそこで祝うのだっていうそういったプロジェクトが実は進んでいることが新聞にも載っています。そそういっったことなんですけどもねさあにに実際にちょっと 行ってみますね。行きましたよ、えー、劇場への道。あのアゴラからまあ道が狭いもう車でちょっと行けるようなところではありません見てお分かりのようにですね実はこのスミルナイズミルの町っていうのはトルコ建国後こう どんどんとこう市街化していったもんですから、結構古い家が残っている地域なんです。ですから、通りなんかも狭いでしょこれ車通るような通りじゃないですよね。皆さんの時に住んでるわけなんですね、えー。そして抜けていきますと、まあこの部分っていうのが実はここも家が全部こう埋まってたんですけども、家をみんなどかしてしまってそこをこう発掘しているっていうそういった遺跡の現場なんですよ。まあ実はここはこう、 柵でかかってあるというか、ね、こう鉄条網というかそこで囲ってあってこう誰も入れないようにしてるんです。というのはもう発掘の最先端の現場ですから掘ればコインが出てきたり掘れば何かが出てくるっていうそういったところですからねだからこう洞窟なんかを防ぐためにこういったふうにフェンスはしてあるわけなんでしょうけれどもね実はこういったあ 劇場。皆さんね、先ほどヨハネの目視録でこう、ね、死に至るまで忠実でありなさいっていう、そういったことがありましたけれども、実はこのスミルナの教会で有名な人物っていうのが、ポリュカルポスという人物なんですね。ポリュカルポスという人物は、 紀元155年に殉教した、殺された、このスミルナの町で殺されたというそういった教会の指導者なんですけども、彼はヨハネのナ弟子、ヨハネの弟子として有名な人物なんですね。 そして、もう、使徒ヨハネのもとで信仰を養われて、そして成長して、そしてヨハネからですね、じゃああなたはスミルナの教会の責任を持ちなさいと言って、スミルナの主教に任命された人物なんですね。彼は実は紀元155年にローマ皇帝を神として 礼拝して光沢っていうことを拒否するがゆえに殺されていった人物なんですね。まあその時彼は86歳であったか、あもっと歳をとっていたかっていうのは定かではないっていうのは実はですね、もうかなりのおば、お,おじいちゃんですよ。ね、かなりのもう年配の温厚なそういった人物ですよ。 ねえ、ヨハネからいつも教えられていたわけでしょ互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。まあそれを字で言っていたような人物ではないですかね。彼はですね、ローマの兵士に捕らえられるっていう、そういった時に家に逮捕しに来たそのローマの兵士を食事を出してもてなしたっていうんですよ。<laughs> <laughs> そしてこのローマの兵士がですねあまりにも温厚な素晴らしい人格を持ったこのポリュカルポスを見て本当に哀れに思ってねこう炊くだけでいいんだからね降すればいいんだから、ね、殺されることはないじゃないか。ねこうローマ皇帝のその神殿でもってこう炊けばいいだけなんだからねこう どうかを考え直して、殺されるようなことはせんでくれっていうふうにお願いしたんですけども。で、こう、ポリカルポスは何を答えたかっていうと有名な話ですよ。これね、私は86年間主に仕えてきた。まあ、ここでポリカルポスが86歳っていうことなのか、 あるいは、ま、幼少の頃に何歳かの時に信仰を持って86年間主に仕えてきたので90を過ぎていたのかということはわからないんですけれども、ともかく86年間イエス様に主に仕えてきて、主は私に何にも悪いことをなされなかった。ね。どうして私の王であり救い主であるイエス様を冒涜することができようか。冒涜するっていうことは、ね、こう、 神ならぬものを神として礼拝するっていうことが救い主であるイエス様を冒涜することだっていうことですよ。ね、恐れるべきはすぐに消える日ではない。ね、こう焼かれて殺されていくんですけども、そんな日はすぐに消えてしまうだろう。ね、こう私たちが恐れるべき日は悪人に用意されている永遠の火の刑罰なのだ。 でそう言って堂々と捕らえられてそしてこう火あぶりになっていたしかしまあ伝説ではですねその家火あぶりでは殺されずに死なずにですねこう奇跡的に火に何のこう害も受けなかったもんですから槍で疲れて殺されたっていうそういった歴史が伝承として残っているわけなんですけどもこのポリュカルポスが処刑されたのはこの 劇場ではないかっていうことも言われるんですよ。っていうのは、実はですね、この100年ほど前、19世紀の古い写真にですね、まだこの辺りに全然家が建っていない、そういった時代ですね。これあの、綺麗に、ね、こう、劇場の形っていうのがわかるでしょすり鉢状になった。そこにですね、これはあの、カトリックの神父たちが、 ポリュカルポスを忍んで、その殉教を称えて集まっている時の写真だっていうふうに伝えられているので、でこの劇場でこうポリュカルポスは処刑されたのか。 で、そのすぐ近くにはポリカルポスの墓と呼ばれる教会もあったことが伝承では19世紀までは知られているんですけども、その後、近代都市化してこう家がどん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 建てられたために、それはもう今どこかわからないわけなんでしょうけども。ね、あるいはこの劇場ではなくって、近くにあった競技場だっていうそういった伝承も残っているので、確かなことは言えないんですけれどもね。えー、しかし、この、 えー、スミルナの町、ね、アクロポリスを中心として、下に町が広がっていて、そして港を用して栄えていた、そういった町なんですけどもね。まあ、このところにポリカルポスが墓会をして、そこで殉教していったっていう、そういったところであるわけですね。 ま、最後にちょっと面白いものを見て終わりたいと思います。それはこローマ帝国時代の道が残っているんですね。これ私はですね、実はこの存在っていうのが全然知らなくってですね、これあの、青でこう走り回ってるのはこれ私が車で走った後で、 これあのエペソから来るとこの道なんですよでエペソからこうスミルナに入っていくっていうその道なんですけども、ね、実はそこにですねローマ街道が残っている出土しているっていうのは最近わかりましてで昨年トルコに行く予定だった時に行く予定だったんですけれども、ね、この部分なんですねこれ実は横が車がいっぱい走っている主要道でしょその横は入っていて駐車場みたいになってますけどもここにローマ帝国時代すなわちこうヨハネの 目視録を抱えて、その手紙を携えたものが歩いていた。その街道の遺跡が残っているんですよ。これね。あの google マップでストリートビューで見れるんですよ、えー、これね。こう向こうの方が主要な街で、私何回もここ車で走っていて横にそんなものがあるって知らなかったんですけれどもね。ここ行きますと。とほら、これがローマ帝国時代のこう典型的な舗装路ですよね。 これあの向こうの方行くとエペソですからねエペソからスミルナに入ってくるのにこの道を通ってくるわけですから、えー、この道を、ね、ヨハネも歩いてきたことでしょうしねスミルナを訪ねるのにそしてヨハネの目視録を抱えたその人物が、ね、ここを歩いていったんだっていうそこを。 次に次回、えー、今年果たして行けるでしょうか来年行けるでしょうかトルコに行った時には、えー、この道も歩いてみたいなぁと思っているような次第なんですね。さあ、これがスミルナの町。そして次回はですね、第3番目の街、えー、ペルガモンへと向かっていきます。ね、ペルガモンていうのは立 いいっぱい出ているもう普通の観光客なんかも行くようなそういった遺跡ですからね見どころのあるいろんな遺跡を見ることになります。